海上自衛隊と海上保安庁への合同訓練が行われたそうだな。これはやっぱり尖閣諸島へ周辺の有事に備えた訓練ってことなのか。そんなに珍しいことなの？お互いに日本の海を守る者同士で今までも訓練してたんじゃないの？うん。これは異例のことなんだよ。海上自衛隊と海上保安庁の創立以来初めてのことになるんじゃないかな。軍事評論家の間では大きな話題になったそうだよ。日本は島国だからな。必ず海から攻められるってことだから、海上自衛隊と海上保安庁への連携は今となっては必須だよ。そうだね。もし尖閣諸島周辺で有事が発生した場合、この二つがうまく連携できないと対応が後手後手に回ってしまうからね。この二つが初めての合同訓練を行うほど中国の尖閣諸島周辺の動きが緊迫してきたってことになるんだろうね。何も起こらないことが一番理想なんだろうけど、ここ最近の中国の動きはちょっと異常だもんね。それじゃあ今回は、この合同訓練の詳細と中国の反応を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2021年12月、海上自衛隊の公式発表では、海上自衛隊の護衛艦と海上保安庁の巡視船が、伊豆大島の東方の海上で訓練が行われたそうなんだ。合同訓練には、海上自衛隊から横須賀基地所属の護衛艦山霧と佐世保基地から高波が参加。一方、海上保安庁からは巡視船武功と阿国が参加したんだ。共同訓練の目的は有事に備えた対処法と連携の強化が主な目的だったそうだ。護衛艦と巡視船の情報の共有訓練、艦隊行動の訓練、連携して防衛をするための基本と言われる手順の確認が共同訓練で確認されたんだ。でも、今回の訓練はなんで伊豆諸島周辺で行われたの？そうだよな。中国を牽制するためにも尖閣諸島周辺で行ってもよかったんじゃないか。今回の訓練が行われたのは確かに伊豆諸島周辺なんだけど、一応伊豆諸島を尖閣諸島に見立てて仮尖閣諸島に中国の海軍艦艇を発見、海上保安庁に通報、駆けつけた巡視船が中国艦艇に警告し進路変更を求めるところからスタート。もちろん中国艦艇はその警告に応じないから、自衛隊に海上警備行動が発令。護衛艦が中国艦艇を阻止する想定で訓練が行われたんだ。実際に中国の船がうろうろしている尖閣諸島周辺で訓練を行うのは、中国を煽ってるみたいになりそうだもんね。そうだね。そういう理由もあったから伊豆諸島周辺が訓練場所に選ばれたという理由の一つかもしれないね。海自と海保が今まで全く合同で訓練を行ったことがないというのは少し違ってて、海難救助や不審船の取り締まりの訓練は定期的に行っていたそうなんだよね。でも今回の明らかな対中国を想定しての訓練は初めてだったんだよね。そういうことで異例の合同訓練と言われたんだな。ところで、海上警備行動って聞き慣れない言葉が出てきたが一体何なんだよ。海上警備行動とはね、自衛隊法82条に定められたもので、海上において人命や財産が危機に直面した時にその保護や治安維持のために、特別な必要があると認められた時に発令されるものなんだ。そして、起きている事態が海上保安庁の対応能力を超えるものと判断された場合、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得て発令される場合もあるんだ。いわゆる緊急事態の場合に発令されるってことだな。まあ、そんな感じだね。海上警備行動でも対応できないとき、相手艦船が明らかに、日本への攻撃意思を示した場合は、さらにワンランク上の防衛出動が発令されることになるんだ。この防衛出動は防衛大臣に発令の権限はなくて、自衛隊の最高司令官である内閣総理大臣だけが発令できるものなんだ。まだ戦後から発令されたことはないようだけどね。これが発令されるときは、どこかの国が日本に攻撃を仕掛けてきたってことだね。これからも発令されないことを願うよ。そうだね。これが発令されるってことは何が起きてもおかしくない状況ってことだね。これだけは避けたいところだよね。今回の対中国を想定した合同訓練を行ったことは当然他国にも知れ渡っているよな。敵国と想定された中国側はこの訓練をどう考えているんだ。それじゃあ、気になる中国の動きを見ていこうか。今回の海上自衛隊と海上保安庁の合同訓練中も、尖閣諸島周辺では接続水域内や領海内に中国の艦艇が侵入してきてたみたいなんだよ。海上保安庁の巡視船が張り付いて監視していたんだけど、この時は21日間も連続で中国の領海侵犯は繰り返されていたんだ。もうその状況ってある意味有利だよな。専守防衛の日本だから攻撃を仕掛けることはないと思うが、
他国なら領海侵犯した艦艇を攻撃して沈めてもおかしくないよな。そうだね。中国がこれ以上の行為を行ってくるならば防衛出動もあり得る話だよね。もちろん中国は日本が攻撃を仕掛けてこないことは分かっていての威嚇行為なんだろうけどね。尖閣諸島の実効支配を狙う中国がすぐにでも上陸作戦を展開して、尖閣諸島を手に入れるということまではさすがにないとは思うんだけどね。確かにそこまで強硬手段は今は取らないかもしれないけど、将来的にはあり得るかもしれないよね。そうだね。中国が尖閣諸島を狙う目的は、海底に眠っている資源を確保したいからというのと、太平洋に出入りするための出入り口を確保するためなんだよね。そして、どうしても尖閣諸島を欲しい一番の理由は台湾有事なんだよね。なんとしても台湾を取り戻したい中国は、制空権と制海権を確保して、日本やアメリカを牽制できる場所として尖閣諸島がどうしても欲しいんだろうね。やっぱりそういうことなのか。台湾のためにも尖閣諸島は絶対に中国には渡せないな。中国のことだから、尖閣諸島を手に入れ台湾を取り戻したら次は日本だぜ。絶対に渡せない。しかし中国は着々と準備を進めてるよ。中国は海軍に次ぐ準軍事組織となった、海警局を侵攻の足がかりにしようとしているみたいなんだ。局員が上陸して中国の領有を宣言するか、武装した海上民兵が、漁船に偽装した船で上陸して占拠することが予想されてるんだ。2022年現在でも、海警局の艦艇は何度も領海侵犯を繰り返して日本の巡視船の、警告に対して中国領であるという姿勢を崩すことなく強硬な姿勢を示してるんだ。一番厄介なのは、またいつもの領海侵犯と思わせていて、巡視船の水をついてヘリコプターなどで上陸してくる可能性だってあるんだもんな。そうだね。それで強制的に中国国旗でも掲げられたら、事実上尖閣諸島は中国の手に落ちてしまったと言っても過言ではないからね。中国艦艇が強硬な手段を取ってきたとしても、現在の自衛隊法では、日本から攻撃を仕掛けてこれを阻止することはできない。中国側からの攻撃がなければ、日本ができるのは警告止まりなんだよね。専守防衛の自衛隊は、下手をすると何もできずに、中国の上陸を許してしまうかもしれないってことだ。日本の自衛隊は決して弱いわけじゃないんだけど、専守防衛が足かせになって、いざという時に動けないってことが実際に起こり得るかもしれないんだね。そうだね。中国は日本側が攻撃できないのが、わかってるから常に強気な姿勢を崩さないんだよね。日本政府はそろそろ本気で動くべきだよね。尖閣諸島有事に備えた特別法を制定して、いつまでも中国に舐められてるような、弱腰外交じゃいけないと思うんだ。専守防衛とはいえ、自国の領海を、犯す場合はこちらも徹底してやりますよ。ってくらいの強気な姿勢を示してもらいたいよね。今後の日本政府の中国に対する姿勢と、中国の尖閣諸島での動きにはこれからも注目していこう。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ今回も雑学のお話をしようか。今回は美味しい回転寿司屋の見分け方についてお話しするね。まずは問題、美味しい回転寿司屋に出回っているネタとは？ A. マグロ、 B. サバ、 C. ホッケ、 D. サーモン。やっぱりマグロでしょ。いいや、鮮度が大切な様だよ。それじゃあ美味しい回転寿司屋の見分け方と合わせて解説していくね。まずは味噌汁のメニューを確認してね。味噌汁のメニューを確認し、あら汁があるかどうかをチェックしてみてね。魚のあらは魚をさばかないと手に入らない部位のため、魚のあら汁があるということは、そのお店できちんと魚をさばいている証拠なんだ。つまり、魚のあら汁のあるお店では新鮮な寿司ネタを食べることができるということなんだ。次に、おすすめメニューや季節限定メニューを確認をしてね。新鮮な魚を仕入れるために力を入れている回転寿司屋には、通常の回転寿司屋には見かけないメニューが並んでいることがあるんだ。その中でもホッケを取り扱っているお店などは、仕入れに力を入れていると言っても良いと思うよ。ホッケは生で食べるイメージがあまりないけど、実は脂が程よく乗っていて寿司や刺身として食べても美味しいだよね。でも、よほど新鮮でなければ食べることができず、鮮度が落ちやすいことから、回転寿司屋に並ぶことはあまりないんだ。そのため、ホッケを出している回転寿司屋は信用しても良いと思うよ。ホッケ以外にも、新鮮でないと生で食べられないボラやカマス、タチウオなどがあれば、その店は美味しい可能性が高いよ。続いて、シャリの違いについてだけど、回転寿司のシャリは大きく分けて、次の3種類に分けられるんだ。
すべてロボットが握る店、ロボットが握ったシャリ玉を職人さんがネタを乗せて握り直す店、すべて職人さんが握る店、の3種類となるんだ。いい握り方で握られたシャリは、ふんわりとして米粒の間に空気が入っていて、なおかつ、手でつまんでも崩れないんだ。そこには職人の技が存在するからなんだ。すべて機械任せにしてシャリを握ると、職人の握ったものに比べて、美味しく仕上がらないことが多いようなんだ。強く握りすぎると硬くなりすぎてしまうし、逆に柔らかく握ると崩れやすくなるため、シャリ一つでも寿司の美味しさが変わってくるんだ。それじゃあ雑学クイズの正解を発表するよ。答えはもうわかってるよね？ほっけ。それじゃあ参考にしてみてね。